アルフレッド・スローン、アルフレッド・プリチャード・スローン・ジュニア、アルフレート・プリッチ・ハード・スローン、ジュニア、1875年5月23日から1966年2月17日は、ゼネラル・モーターズ、GM で長年社長を務め、ゼネラル・モーターズを全米のみならず、世界最大級の製造業企業へと成長させた人物、社会貢献にも熱心であった、 スローンはアメリカ合衆国のコネチカット州ニューヘイブンで生まれ電気工学を学びマサチューセッツ工科大学 MIT を1892年に卒業した。彼は1899年にニードルベアリング、ボールベアリングを製造するハイアットローラーベアリング社、ハイアットローラーベアリングの社長となった20世紀初頭には フォードモーターの短期間ハイアット社のベアリングを使用していた。1916年、ハイアット社は、ユナイテッドモーターズ社、ユナイテッドモーターズコーポレーションと合併し、さらに最終的に GM の一部となった。スローンは同社副社長になり、1923年には社長、1937年には取締役会会長となっている。スローンは、 大量生産方式の洗練、利益率を上げる、会計手法の導入、モデルチェンジなどのマーケティング手法の導入などにより、GM を拡大させ、他社の経営にも大きな影響を与えた。スローン当時の GM は、投資収益率、リターンオンインベストメント、ロアなどの財政指標を用いて、多様な部門を経営したことで知られた。 これらの指標は会計担当重役のドナルドソン、ブラウン、ドナルドソン・ブラウンにより、GM に導入されたが、ブラウンは、GM 副社長ジョン・ジェイ・ラスコブ、ジョン・ジェイ・ラスカブの指示を受けており、ラスコブ自身も GM の43%を所有する、デュポン社のピエール・エス・デュポン、ピエール・デュ・ポーンにより、デュポンから GM に送り込まれていた。こうした、会計手法は、 利益率向上に大きく貢献し、アメリカ企業経営にも大きく影響したが、一方で、リーン生産方式の導入の障害となったこと、労働者をコスト削減の協力者と見ずにコストを消費る存在としか見なかったことに対する批判もある。スローンは既存車種を毎年モデルチェンジするマーケティング手法を確立した人物でもある。 モデルチェンジによって消費者の手元にある車はすぐ時代遅れになり、買い替え需要を催促し新車が売れ続ける仕組みを作った計画的陳腐化。GM では低価格帯から高価格帯に向かって、シボレー・ポンティアックオールズモビルビュイックキャデラックといったブランドの改装が設けられ、商品志向も微妙に変えられており、消費者のあらゆる希望を満たす。 フルラインナップ体制が整えられた。また、GM 大衆車のオーナーがより豪華な車種に乗り換えようと思った時も、他の高級車メーカーへ顧客を逃すことなく、再度 GM のブランドから選んでもらうことができた。一連の手法は、スローン主義として経営学のケーススタディで最重要視される一方、バッジエンジニアリングによる類似車種の乱立、陳腐化したコンポーネントの永年にわたる、 使い回しなどの兵も生み、スローンの名を取ったスローニングが、うんざりするという意味の慶応同士として批判的に、用いられることさえあった。1920年代の初め、ライバルで、全米一の自動車会社だったフォードは、こうした、GM 流の手法を拒み、モデル T の単一車種量産と低廉化に固執したため、多様で毎年モデルチェンジする車種を売る GM フォードを、 突き放して1930年代には自動車業界の頂点に立ち、以後長年全米一のメーカーとして君臨した。スローンの時期、GM は世界一大規模で世界有数の利益を誇る製造業企業であった。スローンの時期、全米の路面電車業者は鉄路を廃止し、相次ぎバスに転換した。こうした転換を、ゼネラルモーターズ、ファイアストン、 スタンダードオイル・オブ・カリフォルニア、マック・トラックなど自動車関連企業が売り上げを伸ばすために仕組んだものと考える陰謀論もあったアメリカ路面電車スキャンダル。また1930年代には長年労働組合との敵対を続けていた GM は新たに組織された組合との構想に直面した。スローンは表面上は暴力的手段を使わず、 組合内部に内通者を送るなどして対抗したが、1936年には大規模な座り込みストライキを起こされている。1934年にはフィランソロピー、事前活動のための非営利組織、アルフレッドピースローン財団を設立した。また1931年には世界最初の大学における経営幹部教育プログラムであるスローフェローズ、 スローン研究員を MIT に設立するのを支援している。1952年には、スローン財団は理想的な経営者を教育するため、MIT の新たな大学院、MIT スクールオブインダストリ s t r i a l m a の開設を支援した。このスクールは1957年、スローンの功績を記念し、MIT スローンスクールオブマネジメントスローンスクールオブマネジメントと改名され、 アメリカ屈指のビジネススクールになっている。1957年にはスタンフォード大学、経営大学院、スタンフォードグラデュエートスクールオブビジネスでもスローン、研究員制度の創設を支援し、1976年には経営科学の修士号を得るための、スタンフォードスーン修士プログラム、スタンフォードスローンマスター、S プログラムとなった。古い歴史を持つニューヨーク岩病院も、 現在は、スローン財団及びチャールズ・ケタリング、GM の技術者、重役の多額の貢献を記念し、メモリアル・スローンイコール、ケタリング・ガン・センター、メム・アル・スローン、ケタリング・キャンサー・センターという名になっている。1951年には、ニューヨーク百年協会、ザ・ハンドレットイヤーアソシエーションオブニューヨークから、ニューヨークへの結出した貢献を称えられ金メダルを贈られた。 スローンは、ロックフェラーセンターの3 6ロックフェラープラザビル、現在の GE ビルディングにオフィスを構えていた。1956年4月2日に、GM 会長の座を退き、1966年に90歳で死去した。彼の著書、GM と共に、は、第二次大戦での GM の戦略描写が大きく、欠落している以外は、 かなり細かく GM の成立から巨大化までを記録しており、経営哲学書としても知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。